大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。はい、ということでちょっとお休みいただいてました。というのもね、夏のねリアルの甲子園見させていただいてね、わあ感動したなと思ったわけですよ。で、大阪桐蔭の春夏連覇あんな見た後にね、うちの春夏連覇いつなんかなと思ったら若干こうモチベーションがねはい、行きましょう。名門ね、しっかりとしっかりと勝っていきましょう。秋の九州大会手前ということで、勝ったら2試合目か、またね、岡野、信頼度があった。で、とりあえず春の甲子園目指しましょう。負けられ、秋やっぱ一番難しいよな。うん、秋は難しい。さあ、相手はどこなんでしょうね。九州大会、大会始めますと。天神西、夏の甲子園ね。いい試合やった気がする。ピッチャーがめちゃめちゃ良かったな。1年生ピッチャーじゃなかったっけ。カッチさん、大引き桜さん、カッチさん、大引き桜さん、どうするかな、桜さんかな。じゃあ桜さん頑張ってくれ。大引き2番死んでる、低評価つけた。こう岡野でもいいんだよね、本当は岡野でいくか、調子がいいけど、っていうのもイリルさんがね、実はキャッチャー A なんです。なので多分スタミナはそこでフォローできると思うんだよな。さくらさんにしたものの、したものの調子がみんないいような悪いな。そのさん使いたかったな。まあでも仕方ないな、仕方ない。よし、これいこう。2番にしとく。相手 A だろうな、多分な。やべえわ、多分やべえわ。球児たちの熱いドラマが今始まるとして、初戦からやべえ試合だと思うんだよな。でもね、前回の地区大会で大分大会は、大分大会ですげえ死闘を繰り広げてましたからね、生放送で。今日はね、生放送じゃあっぱれやった。全国トップレベルの投手力を誇ります。この稲村がすげえいいピッチャーやもん。あ、1点取って1点取られた、1点取られて1点取った。同点で、おしよ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 し、ナイスナイス。マウンド上は稲村、ここさ、威圧感持ってるんで、威圧感持ってるんで引っ張り投げた。ボール球を投げますよ。ビビって投げてこんかもしれん、インコース。投球これから2球目で、インコースポンとキャッチを叩こう。頑張れ、球数投げさせろ、頑張れ頑張れ。第3球をしょいや投げた、低めから、あー入れてくるか。あんまビビってねえな、少しね、本当は能力下がるはずなんだけどね、威圧感で。4球目からあ、いやまあ慎重した、慎重した。第5球投げました。オッケー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 、いいよ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 、ナイススイングナイススイング。積極引っ張り。さあ6球目投げました、高めボール球。まあ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 、しょうがないしょうがない、まあしょうがない。これで2アウト、投げさせた投げさせた。6球投げさせたのでかい。2アウトランナー2塁、高校チーム勝ち越しのチャンスを迎えました。カズキさんか。第1打席はライフルバリーターを出ています。プルヒッターパーヒッター、1球目ストレート空振り、プルヒッターパーヒッターだったっけ。プルヒッターパーヒッター、そう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 、もうホームラン狙う前からね、投げました。もうホームラン狙っていきます前から。第3球を投げました、あー惜しい。ストライク、頑張れ、当たった飛んでくぞ、当たった飛んでくぞ、当たった飛んでったー、いやー取ったー、よっしゃ走ってこい、おっしょ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 、勝ち越し、まず勝ち越し、ナイス、ネバッチン。フルヒッターのおかげ。さあ、ここはしっかりとまた身長強振流し打ちかってくれ。第9、この辺はさ、もうしっかり見ていこう、しっかり見ていこう、威圧感あるからね、威圧感ありますから。第2球、よしよしよし、ストライクコインよ。第3球は、あと行ってほしいな、でもな。3球目空振り、まあまあまあ、あそこに行くのはしゃあないわ。投球これから4球目、4球目空振り、頑張れ、投球これから5球目、打ちました。さあ6球目投げた、打ちました、センター前ー抜けたー。オッケー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 、いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。さあここでここでそうね、強振流し打ちにはまってるからね、今ね流行ってますよ。おっしょ、あー惜しい惜しい、もうちょいもうちょい高めやったな。4回までが、でも1点勝ち越した。2アウトランナー2塁、いいよ、追加点のチャンスを迎えました。2アウトランナー2塁という場面でバッターは1年生大引き、今日はサードことショートゴロ、2球目ストレート、バッター追い込まれました。追い込んで、そいやー打ちました、おー抜けるか、抜け、ショートゴロ、セカンドから1塁送球。ここはうまい守備に、守備が良かったな。
ノーアウトランナー二塁厳しいって高校チーム厳しいってそういうノーアウトランナー二塁という場面でもう少しいい場面で俺に回ってきませんかねえ、ノーアウトランナー一塁と直球決まってねえ同じやんけ、ノーアウトランナー二塁同じやんけ、ツーアウトランナー三塁いや同じやんけ、あぶねえ、とりあえず抑えないかんけど厳しい。第3球は打った、おお今フォークやった、よう当てたな。第4球を投げた、おーしよしよしよし、ここはまあアルボーよくストライクを取るね。低め、第5球投げました、高めですけどさあ6球目低め打ちました、抜けたか、そうなるよね、どこ投げてもなんか打たれる気がしたもん今。高校チームなおもピンチが続きます。 JF 長じゃねえこいつ、 JF 長ですよ、もう1点はしゃあない、2体制を取ります、1点しゃあないのにさ、ちょっと1点しゃあないっつってもさ、高校チーム追いつかれました、せめて犠牲ぐらいでしょ、高校チームなおもピンチが続きます。まださあノーアウトランナー1塁3塁という場面で、もうよくね、俺にさ大きな声援が届いています、もうよかろう、第2球なんでこっちが投げようとしたらさすぐパラパラパラって終わるのにさ、アウト落としたらさ、第3球うわーなんだそれ、あー1点入ってる、えらえらえら、ぶねえ、やっとワンアウト、3対2ランナー1人を置いて迎えるバッター曽根、今日は三振と頑張れストライク、岡野頑張れ、ピッチャー変えるか、そろそろ第2球投げました、見送ってストライク、よしよしよし、ここまでやな、でもな6回まで本当は頑張ってほしい、第3球そいや1つ外したボール、ちょっと3点ぐらいリードしとかんとやっぱ厳しいね、あーしたしたしたまだいけそうな気がするな、今日はファーストフライト、カード使っていこう、それだったら第9改革投げました、初球決まってストライク、おさら第2球よいしょ、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス、さあここはしっかりとね低めで第3球を投げました、外れたボール、数字が高い方がいいかな、投げたボール、変わらん気がすんだよな俺、これ第5球投げたドロップはボール、ね、内角低め、何がどういいんだろうねこの数字ってさ、第6球を矢印かける、打ちました、かけたショート真正面、よいしょ、アウト、スリーアウトチェンジ、さあ1点6回の表が終わって、なんとか1点返していこう、返した何もしてねえけど勝手に返したわ、素晴らしい、引っ張り、第9さっきもねサードの頭を越えるような打球やったんで、第2球打ってくれるはず、いいよいいよ、強振強振、第3球はほっ渾身のストレート、バッター追い込まれました、早いし、さあ4球目、おっと打ち上げた、落ちない落ちない落ちない、掴みました、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません、さあここね、さっきと同じような形にするか、強振流し打ち、ファイト流し打ち、さあ持ち前のファイトが前面に出てきました、いいよ、威圧感あるからね、とりあえず威圧感でしっかりとスタミナを減らしていこう、ギュンギュン減らしていこう、抜ければ1点返ってくるよ、おーしよしよし、頑張れ、次は4球目、抜けるか、抜けない、まあまあでもチャンスサードでした、そのままベースに入ってツーアウト、高校チームなおもチャンスが続きます、ラッキーボーイやったか、ラッキーボーイでしたか、第9引っ張り上げました、打ちました、おー取ってこれで3アウトチェンジ、外野に飛ばんな、外野にあんま飛ばん、おっしょ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 、ラクスさん代打、ここで代打、続けざまに代打を起用してきます、続けざまにっていうことは何かあったら引っ張り、第9投げました、ストレート決まってストライク、ダラクさんしっかり見ていこう、しっかり見ていこう、あこれでも最悪送りバントやな、速球ストライク、これも送りバントですね、送りましょう、はい、第3球を投げました、スリーバントだ、ピッチャーの左で動かした、よいしょ、いいバント、いいバントでした、さあまや、ここはさスクイズでしょう、初球スクイズ、あでも犠牲フライでも面白そう、じゃあ1回こういう状態にしよう、見送ってストライク、スルーストライクに追い込まれたスクイズ、1球目ストライクからボール、ボールが先行してくれたらな、第3球を投げました、空振り、バッター追い込まれました、スクイズか怖えな、スリーバントスクイズ怖えぞ、第4球を3塁に回した、はい、止まんないよ止まんないよ止まんないよ、止まるんだよねこのゲーム、このゲーム止まるのよね本当に、
バッターは1年生なんで止まるの。今日はここまで3打数ノーヒット。あれ分からん、このゲームあそこで止まるからな。ちょっとでも上げたら見えるでしょうよ、サードランナー。縦のスライダーはストライク。あそこは突っ込みなさいよ。一塁へ牽制球を送ります、ね、第3球をどうせ失敗したらゲッツーなんやけんさ、突っ込め。稲からボールを掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。せっかく送ったけどな。ほらね、こうなるんよ、こうなるんやって。同点で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、バッターは1年生内山。ノーアウト投げた、見送ってボール。抑えろ。第2球コナミに抜いたろうかなっていうか、ちょっと浮いた球でもさ、打球判断できねえかね。投球はこれから3球目。これは引っ掛けた。もうこういうよくわからん当たりになる。サードへ内山、いいバッティングを見せました。高校チーム後半だから調子悪かったやきな。調子悪かったやつだけ打たれたらダメですよ。またまったく危険な。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。危険、しょうがねえ。ゲッツー欲しいな。ゲッツー欲しい。さあここはゲッツーシフトを敷きます。よしよしよし。低め第2球。よしよしよし。入ってほしかったな今のは。1球投げた。よし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 。引っ掛けろ、引っ掛けろ、引っ掛け、だけど惜しかった、惜しかった、惜しかった。外角、第5球、そりゃあのインコースです。しかもボールおかしい。審判多分ボール外角に来ると思ってた。いやいや入ってるでしょ審判。審判7球目。うわ審判際どいところでしたがフォアボールです。今日2、3審判頼むぜ。ここはタイヤフライも避けたい場面です。低め見えてねんじゃねえか、キャッチャーがでかすぎて。第2球投げました。もうほんと低め取ってくれ、ほんとに低め取ってくれんな。第3球打ちました。ピッチャーライナーは正面。おああ惜しい。これでツーアウト、ランナーはフルベース変わりません。惜しかった。低め、第1球低めギリギリいっぱい。不思議、さっきのはほんとにボール球っぽかったけどね。第2球投げました。2球目投げる。よし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 。たまによくわからん球とか。第3球を投げました。おっつけて打つ。おっしゃ抑えた。取りました。これで3アウト。よかった。高校チームこの回ワンアウト。フォア打ちたい。打ちたい。ノーアウトランナー1塁でコルルさん。同点で迎える8回です。お祭り男。ゲッツーだけは避けたいところ。そうやな。そうやな。でも強振流し打ちやなやっぱな。投げた。初球見送ってストライク。まずは見送りました。厳しいとこね。第2球。くんね、インハイギリギリいっぱい。ストライク。高め怖えわ。一塁牽制、タッチはセーフ。第3球はそういインコースのボール右。すげえジャンプしたりする。すげえジャンプしとった。ボールは中継。ナイスバッティング。やべえ、もうどうする、カズキさん。これで4打数の3安打。カズキさんどうする。さあお祭り男の本領発揮するのか。流し打ち送りバントでもいいけどね。まあ流し打ちなのでもね。投げた。おお大バッティング。帰ってこい、帰ってこい。できれば2点貸し越した、貸し越して帰ってこい、帰ってこい、帰ってこい。素晴らしい素晴らしい。さくらさんここはもう絶対にスクイーズでしょう。初球スクイーズでいいよ。よし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 。初球スクイーズでいいです。ナイス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 。もう一球、もう一球スクイーズでいいわ。うん、これもう1球スクイーズでいい。第1球外してこい。よし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 。意地で取っていく。ノーアウトランナーね、ここからですよ。先頭バッターは強度。勝ちたい、意地で勝ちたい。ここで3点取られるとかアホな話はないからな。投げた、外角決まる。フォークは外れても、もうインコース投げてほしかったけどね。第2球頑張りじゃんさん。投げた、もうどうした、緊張してきた緊張してきました。大丈夫ですか。投球はこれから3球目。どうしました、ジダンさん、ジダンさんどうしました。インコース投げましょうね。さあ4球目。おっと、これでよっ、ショート左、よっしゃ、危ねえ危ねえ危ねえ、マジで。これでワンアウト、ランナー危ないですね。これはバッターは変えていこう。稲村まだ投げるつもりお前。守備変えていきましょう。佐世さんは変えるの怖い。津田くん、じゃあセンター孫さんと変えとくか。センターに飛んできたら怖いからな。佐藤さん足早いから。違う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 、津田くんと孫さん変えて、こうやね、高橋さんセンターにします。佐藤さん変えるの怖いな、変えるの怖いけど投げさせる場所がない。
こうかな。で、さあここはで1回ピッチャー変えまして、白石。もうね、打たれても打たれんでも。持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。一人で帰る。シュート見送ってストライク。絶対に一人で帰る。はい。さあ次の投球。もう。まあ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 。白石何あげたかったっけ？直球やな。じゃあ速球中心。第3球を投げました。いいよ。真ん中に伸ばしてストライク。追い込んでいます。外角。第4球を投げました。外角じゃない球。これで。ああさ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 あ。よし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 。バッターは代打神保。神保何呼んでんお前チーム。何呼んでんマジで。テレビが好きでしょうかな。さあ守備を変えていきましょう。これどこ守りだなあとは。三塁か。三塁じゃ守らせてキャッチャーを変える。これ全員出したね。さあここは。さーて。さーて。さあ持ち前のクセモノぶりをどんどん相手を下げていく。第9そいやなんで低めじゃねえんだい。まずは決めてきました。なんで低めじゃないんだい。初球ストライクからそいや投げました。ボールワンダウンドしてるもしかして。第3球をそいや投げました低め。いやちょっと待っておかしいおかしい。俺が知ってる低評価つけたらこんなんじゃない。もっと堂々と投げるはずや。オッケー。一球一球に魂を込めて投げています。低評価つけれるわけやからな。人に低評価つけれるような度胸があるんやったらここでもいいボール投げるはず。オッケー。それでこそ低評価つけたやで。初戦をものにしました。しゃがった1回戦を見事勝利。2回戦進出。クイズ2回はずるかったと思うけどまあ許してもらおう。あれはでも是が非でも理解でしょう、うん、勝った勝った。いやなかなかいい試合でしたね。甲子園ね、夏の甲子園に負けず劣らずでございますね。いやほんとよう打っとんな。11個はヒット打っとけんね。よかったよかった。やった勝ちました。さあ逆境丸なるほどね。逆境丸になった。石田さんもこうまあまあ少し上がったね。直球も上がったし途中出場したメンバーもまあ上がったんでよかったかと思います。はい、ということでね次のね試合もまた勝っていきたいと思いますよ。いやー久々ね、本当みんなと久々声を喋るのは楽しいものがあります。大事な試合は生放送でやっていきたいと思いますけど、ね、またよかったらお付き合いください。チャンネル登録1000人目指しております。よかったらねチャンネル登録をぜひともお願いしたいと思います。そして、共有ボタンを、ね、押していただくと Twitter とかに上がるんでこの動画面白かったよとかあったらねぜひぜひお願いしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイじゃーん。